ができました。2番の新田は5番手をキープした。残り600の鐘、6番の河村逃げていきます。全開で飛ばす。2番手は3番の平原。3番手には8番岡田、その後ろ4番の五冠と続いている。4コーナーからホームストレッチ。さあ、間もなく残りが1周。6番の河村先頭で残りの1周だ。2番手は3番平原。3番手、8番の岡田が続いている。3番の平原、2番手少し尺が来ている。この奥から1番の脇本が飛んできた。合わせるように3番平原が出ていく。その後ろは8番の五冠、8番の岡田、さらには4番の五冠、1番の脇本が前に迫ってきた。3番の平原先頭で横中直線。平原先頭、外から脇本、さらに外から9番の原田健太郎。ガッツポーズ。